どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。ロスインザブックウィズナイトメアビフォークリスマス第2章追加されたということで、早速やっていきたいと思います。斬新ハロウィンですね。なんかみんながハロウィンの手伝いをすることになったというところで終わったんですけど、これからどういったハロウィンを作っていくのかすごい楽しみです。行きましょう。おーすごい、ハロウィンタウンだ。スカリーくんがいる。かわいいね。マップは？おーこんな感じになってんだ。結構広いあれだね、街だね。窓がすごいさ、怖いんだけど。行きましょう。集会ですよ。ハロウィンタウン広場。集会です。集会ですよ。なにこれ、蝶々がこれで回ってんの？かわいい。集会を開きます。ホールに集まってください。ジャックが今からですみたいな感じで言って終わったもんね。すごい面白い街だな。面倒なことは避けたいと思っていたのに。まさか街中の奴らを集めて最高のハロウィン発表大会なんて馬鹿げた会を開くとは。スケリントンとチョウチョは何を考えているんだ？珍しいことじゃないわ。ハロウィンタウンではよくこうして集会を開くの。そうなんだ。じゃあ街の中の人たちって結構コミュニケーション取れてるみたいな感じなのかな。街のみんながジャックからの大切な話を聞くためよ。いちいち集められるとか最悪な街。どうせジャック氏が決めるんならメール送って即終了でいいのでは。イデアはさすがそういう考えだろうね。会いたくないみたいな。町の役人に命令できるということは、スケリントンが統治者であるのは本当らしい。もちろん、ジャックはいつも最高のアイデアを持っているの。彼は、ふふ、本当に素敵な人なのよ。サリー、こんなところにおったか。なんだ、また新しい人出てくるんじゃない？あ、この声は。え？フィンケルスタイン博士、また抜け出しよって探したぞ。あ、博士、今回登場人物が結構多いね。お前はまだみんなと騒げる体じゃない。さあ、わしと一緒に戻るんじゃ。いや、話して。いや、サリー嫌がってるよ。大丈夫？なんか頭がツヤツヤ光る白いやつがサリーを引っ張っていったんだぞ。博士と言ったか。またも不思議な存在だったな。他にも不思議すぎる存在たちが続々とホールに集まっている。あれがハロウィンタウンの住人だろうか。顔が変なピエロ、狼男、一つ目の怪物に頭に斧が刺さった大男。なんかもうこの街の存在自体がハロウィンみたいな。もうそれだけで恐ろしいけどね。鋭い牙と真っ赤な目をした何か。蛇の指と髪の毛が蜘蛛の何か。怖い。ちょっと面白さもあるよな。下にしよっか。面白い。いよいよ全員何を見ても驚かなくなったな。ジャック様やハロウィンタウンの皆様の前で、我が輩たちの考える最高のハロウィンを発表する？スカリー、またとない機会なんじゃないこれ。ああ、この喜びを何と表現すればよいのでしょう。今すぐ皆様にキスを送りたい。命が惜しければやめとくんだな。ふふふ、残念なことでございます。おや？模造紙が足りませんね。追加をいただいてもよろしいでしょうか？スカリーすごい張り切ってなんか書いてんのかな？スカリーのやつ、さっきから何書いてんだ？ハロウィンの案を紙にまとめているようです。いわゆる企画書ですね。授業でもねえのに、
紙にまとめなんてやってんのか、変なやつなんだぞ。ブリムとかもぶっつけ本番なのかな。ま、熱心なのは悪いことではないよ。そうですね、紙に書くかどうかはともかく、僕たちもアイデアをまとめなければ。でも最高のハロウィンなんてみんな考えていることはそう変わらないんじゃないか。そうですよね、だってハロウィンを大切に思っているのはみんな同じだし。ああ、素敵な皆様はよくお分かりでいらっしゃる。本当に本当に感動いたします。我が輩の学校の者たちとは大違いだ。ハロウィンは年に一度の大切な日、最高の過ごし方もおのずと決まってまいります。ああ、スカリーが熱心にまとめてくれてるし任せても良さそうだな。え、でもスカリーさ、怪しいよね。どんな企画が出てくるんだろう。もったいないお言葉でございます。大丈夫なのか任せて。あなた方とハロウィンについて語らう時間が待ち遠しい。一秒が一晩のように感じられます。きっと素敵な時間になることでしょう。ふふふふふ。ひひひ。いやー、ひひゃ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 。めちゃくちゃテンションが上がってるじゃん、変な感じに。大丈夫かスカリー。ストーリークリア。なんだ、スカリーの企画書めっちゃ気になるんだけど。以後お見知りおけ。行きましょう。あ、これはハロウィンタウンのホール、集会か。なんか後ろ姿だけでもさ、やばそうな人たちっていうのがわかるね。始まる？おお、みんな聞いてくれ。僕はとっても不思議なものを見つけた。ほんとびっくりしたさ。なんと僕たちの知らない世界からお客様がいらっしゃったんだ。知らない世界？ああ、その名もツイステッドワンダーランド。びっくりしてるかな。ツイステッドワンダーランド？なんだいそりゃ。きっとそこに住んでいる生き物はみんな体がねじれているのよ。あ、ツイステッドだから。ほんとね、顔がしゃげてるのかもしれないぜ。ちょっと期待がさ、変な方向に期待値が上がってて俺たち怖いんだけど。普通の人たちなんだよな。出ていくの怖くない？いや、すっごく意地が悪いのかも。ゾクゾクしちゃうね。我々の世界についてのあらぬ誤解が広がっておりますぞ。でずれー。そうか、間違ってるとも言い切れねえと思うが。さあ紹介しよう。こちらがツイステッドワンダーランドの皆さんだ。ドン。う、眩しい。こんな扱いをされるとは。あれがツイステッドワンダーランドの生き物？お、俺様たちすげえ見られてるんだぞ。君の悪い奴らばっかでちょっと怖い、ブルル。緊張するね。いや、こんなさ、スポットライトを浴びるとは。そうですね、他の世界から来た僕たちはハロウィンタウンの皆様の期待にお応えできるでしょうか。お初にお目にかかります。我が輩の名はスカリー・ J ・グレイブス。骨、その他化け物。紹介の通り、僕たちはツイステッド・ワンダーランドより至った。以後資料系。なんだなんだ、若様、若様の紹介かお前。そして遠からんものは音にも聞け、近くば寄って目にも見よ。このお方こそマリウス・ドラコニア様だ。マリウスもさ、これもうやめてくれと思ってんじゃない。これはさすがに。本来なら貴様らなどお目通りかなわぬ尊いお方である。すべくめちゃくちゃ暴走してんじゃん。
こうして配列できた幸運に結びなきひれ伏し讃えるがいい。ほらな、俺の言った通り意地の悪そうな顔してるよ。ヒヒヒおいせべく、なんだとって言いたいところだけど、あの無礼な態度では最もな評価だ。セベク君が一人で期待に応えてくれましたね。あいつ大活躍だな。セベクさんは随分と情熱的な方でいらっしゃるのですね。やはり親近感を抱かずにはおれませんセベクに親近感湧くやつやべえって。どうだい、この人たちならきっと僕たちの知らないハロウィンを教えてくれる。今年のハロウィンを盛り上げるために彼らの意見を聞こうじゃないか。おお、大賛成。それではツイステッドワンダーランドの皆さんにお聞きしよう。最高のハロウィンとはどんなハロウィンだと思う？続く。最高のハロウィンってすごいなんかでも難しいよね。ストーリークリア。これに今から答えていくってこと？スカリーが話すのかな？最高のハロウィンとは気になりますね。行きましょう。それではツイステッドワンダーランドの皆さんにお聞きしよう。最高のハロウィンとはどんなハロウィンだと思う？はい、ジャック様。我が輩の考えます最高のハロウィンは、静寂、素朴、製品、これぞハロウィンでございます。なんかちょっと思ってたのと違うな。派手派手みたいな感じじゃないの。静寂で素朴で製品なハロウィンか。それはなかなか面白そうなアイデアだね。はい、我が輩にしばし説明を差し上げる時間をくださいませ。ちょっと具体的に話を聞いてみないとまだ何とも言えないな。おお、まずハロウィンというものは静かでなければなりません。己の鼓動が聞こえるような静けさの中にこそ真の恐怖はあるのです。静寂の中で厳かに孤独と恐怖を楽しむ、これぞハロウィンでございます。なるほどね。確かに何の音もない静かなハロウィンっていうのも恐ろしくていいかもしれない。お待ちください。ん？ちょっと思ってたのと違うな。どうかしたのかい？チームツイステッドワンダーランドがちょっと意見を恐れながら申し上げます。ハロウィンは静かなものであるべきというスカリー君のご意見。果たして本当にそうでしょうか？ハロウィンの恐ろしく、そして楽しい雰囲気を作り上げるために音楽は欠かせません。せっかくの年に一度の10月31日、場に合った音楽でハロウィンのムードを盛り上げなくては。ムードを盛り上げる？ああ、つまり演出ということですね。そんなものがなくともハロウィンは十分に尊いものだと思いますが、僕たちの故郷である海の中では雰囲気作りのために音楽は非常に重要視される要素です。海を楽しむために、恋人たちが愛を伝えるために、そして行事を楽しむためにも、ことあるごとにみんなが歌を歌いますよ。雰囲気作りを侮ってはいけません。ええ、やはり特別な日には特別に盛り上がる音楽がなければ、震えてしまうような恐怖も、踊り出したくなるような楽しさも、音楽によってかき立てられます。ふーむ、それもまた面白い意見だ。ちょっと全く対立してるな、これ。大丈夫か、スカリー。
びっくりしてる。まさか踊るだなんて、そんなバカ騒ぎはとてもハロウィンにふさわしいとは思いません。騒音などハロウィンには不要です。なるほど。次は何だったかな、スカリー君。ええ、ご本。ハロウィンに大切な要素の二つ目は、素朴でございます。ハロウィンに過剰な装飾など、薄いの極み、全く必要ございません。素朴、ね。簡単に言うけど、シンプルなものにこそセンスが問われるわよ。その素朴っていうのは、具体的にどういう内容を考えているのかしら？ええ、ハロウィンとは常に真剣で厳かなものでしょう。ですからまず一切の飾りを取り除きます。そして部屋の中を黒一色で塗りつぶし、夜を再現するのです。夜すがかぼちゃ一つのみ、虚ろの中に火を灯し、それのみを頼りに夜を耐える。さすれば這い寄るような恐怖を感じることができるでしょう。これぞハロウィンでございます。はぁ、黒一色？ふざけないで。恐怖イコール黒、そんなやぼったくて安直な考えでいいと思ってるの？やぼったいでございますか？うん、ビルさんの言う通りかな。黒一色なんかより、もっとド派手なネオンやラメなんかでデコっといた方がかっこいいに決まってるよ。看板にマーカーランプとかつけてさ、文字が7色に点滅してるぐらい派手にしといた方がいいと思う。それもダサいわ。一緒にしないで。却下。え、かわいそうなエペル。ふむ。フェルミエの発言には理解できない部分も多かったが、せっかくのハロウィンだ。シェーンハイトの言う通り、黒一色では味気なく感じる者もいるだろう。ハロウィンといえば、紫や黄土色、黄緑などの派手な色を取り入れることが、ここ100年ほどの主流だ。僕も飾り付けは華やかの方がいいと思う。黒だけでは物足りない。あの色彩に乏しい監獄のような寮に住んでいるマリウスさんがこうおっしゃるとは、よほどのことですよ。同感だ。ハロウィンっていうのがいかに特別な行事かよくわかるな。続く。ストーリークリア。なんだかスカリー君が思っているハロウィンと僕たちが知っているハロウィン、認識が結構違うかもしれない。三つ目あると思うんで、ちょっと見ていきましょう。絶対に面白くなさそう。ちょっと不穏な BGM になってんじゃん。まさか、素敵な皆様があの俗物たちと同じようなことをおっしゃるなんて。がっかりだ。実にがっかりです。いえ、まだ遅くはない。正しいハロウィンについて、ぜひご理解いただかなければ。だってきっとそれこそが、我が輩がここに招かれた理由なのですから。すんごい表情してたな。さっきから思っていたことがあるんですが。ええ、どうもスカリー君と僕たちの考えるハロウィンにはかなり差があるようです。どうもスカリーの言うハロウィンは真面目というか、地味というか、絶対に面白くなさそう。うん。みんな納得。黒一色のハロウィン、色とりどりなハロウィン。これも意見が割れたようだね。最後は確か？はい。ジャック様、それは製品でございます。ちょっと聞いてもいいかな？具体的にどういうこと？そう、気になる。そうですね。
質素とも言い換えられるものでしょうか。あの世を思う日に飲めや歌えやの大騒ぎなどふさわしくありません。粛々と淡々といつも通り、いやそれよりもっとつつましい食事でもって神経を研ぎ澄ますのです。修行か？マジで修行じゃん。なんかそうしていつか自分がゴーストになる日を思う。これぞハロウィンでございます。やっぱり食べ物のことか。ハロウィンに製品、ちょっと想像がつかないな。それならパーティーのご馳走はなしということかい？もちろんでございます。地層などにうつつを抜かしては真面目にハロウィンという日に向き合うことができませぬゆえ、それじゃあお菓子も最低限でキャンディーやチョコレートぐらいってことかな。お菓子？待って、なぜハロウィンに甘味が必要なのですか？マジでさ、こいつの考えてるハロウィンってさ、なんかパンの耳とか食ってるみたいな、そういう感じなのかな。え、なぜって。トリックはトリートのためさ、君も知ってるだろ。トリックはトリート、ああ本当に知ってんのか。悪質なゴーストを退却させるため、供物を差し出す際の合言葉ですか。ゴーストたちへの対策が必要という意見には我が輩も賛成いたします。ちょっとなんか違うな。しかしそれがお菓子である必要はございません。ご安心ください。我々魔法師が力を合わせれば悪質なゴーストたちなど敵ではありませんよ。マジか。これ何？武力？武力で撤退させようとしてる？ですから、そんな浮ついたものはハロウィンに不要です。ハロウィンにお菓子なし？それじゃいくらなんでも寂しすぎないか。ああ、そんなハロウィンでは子供たちが楽しめないよ。確かにハロウィンのトリートは元は悪質なゴーストをあの世に返すためのものだった。でも今はトリートを楽しみにしている子供たちもたくさんいる。誰しもにとって最高のハロウィンにするためお菓子を欠かすことはできない。そうだよな。それに子供だけじゃなく俺たちだってお菓子があった方が楽しいだろ。作る方だってハロウィンのためのお菓子を何ヶ月もかけて考えるんだからさ。ま、否定はしない。トレイの作るハロウィンのお菓子はそれはそれは凝っているからね。俺様もうまいもんを食うチャンスがなくなるのは絶対に嫌なんだぞ。ここで大賛成のものが一人出てきたな。ふうむ、食事ね。これまではあまり気にしたことがなかったな。ジャックたちのさ、やってたハロウィンってどんな感じだったんだろうね。なんかそういうのもさ、聞いてみたいよね。あ、ジャックさんたちはその、お、聞くか？食事は、されるんですか？え、やだな。するに決まってるじゃないか。何食べんだ、こいつら。ああ、そうなんですね。ははは。聞いたが、聞いたがって感じだな。変に気を使って損したな。何が当然なのか全くわからん。骨なのに食事は取るのか。ここでも意見が分かれたか。参ったね。おー。集会を開いたけども、なかなか難航している様子。ストーリークリア。どうもスカリー君とツイステッドワンダーランドのみんなの感覚というか常識がさ、ずれてるみたいな感じがするね。これは一体どうやってお互いが納得していくような形にしていくんでしょうか。話し合いが続くんだろうかな。いや、スカリー君さ、一人じゃん。で、俺たちさ、12人もいるじゃん。数の面でもさ、ちょっと不利なのがさ、スカリー君ちょっとかわいそうだなとも思った。スカリーなりのさ、ハロウィンあったんだろうけどさ、
あ、どうなっていくんでしょう。なんかスカリーも最後楽しんでくれたらいいんだけどね。ということで、ちょっと気になるところなんですが、今日のゲームはここまで。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。